はい、皆さんどうもラスです。今回ですね、Windows 10 の、 通知ってめっちゃうざすぎません？例えばね、あ、こういうやつ、右下に出てくるやつ、これがね、パソコンね、起動するたんびにこう出てきたりとか結構いると思うんですよね。で、今回はこの通知をですね、オフにする方法を皆さんにシェアしたいと思います。ちなみに私のチャンネルではですね、こういったパソコンに関するですね、便利な情報をですね、日々シェアしていこうと思いますので、よければですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速ですね、やり方なんですけども、左下のスタートから設定をですね、左クリックしてもらって、このシステムってところからですね、通知とアクションってところを、選択してみてください。でですね、下の方に行くと送信元ごとの通知の受信設定っていうのがあるので、ここを見るとですね、アプリごとに通知するかしないかの、設定がですね、オンオフできるようになってます。これ基本的には全部ね、最初はオンになっているので、いろんなね、通知が来るようになっちゃってます。自分はね、Google Chrome の通知とかは、オフにしてます。で、さっきのだと、例えばですね、スクリーンショットとかの通知をオフにしたい場合、これをね、オフにしてもらってですね、で、例えばさっきと同じようなやつをやってみると、通知はね、出なくなりました。っていう感じでですね、例えばこれオンにするとですね、もう一回切り取りやると通知が出てくるような感じになっちゃいます。ってことでですね、これでいらないやつはですね、通知はオフにするとパソコン周りの設定がすっきりすると思いますので、皆さんぜひね、通知オンオフを使ってみてください。ってことでですね、今回は、Windows 10の通知のオンオフの設定の仕方に関して、皆さんにご紹介させていただきました。今回の動画がいいなと思ったらいいねボタンをいただけると嬉しいです。今後もね、こういう役に立つ情報を発信していきますので、よろしくお願いします。では今回はこれぐらいで失礼いたします。どうもご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。